どうも、空中ポインの日向です。明日、プロ野球が開幕します。ということで、今日は、DeNA のここが怖い。今年のベイスターズは、ルーキーが大当たりと、それに伴って長年悩み続けてきた1番とショート問題が解決と、で、パワーアップした超強力打線。これに今年は機動力も加わるということでね。まあ去年よりさらに1段階、2段階パワーアップした打線。この打線が本当に怖いですわ。早速スタメン予想を見ていきたいと思います。こちら。はい、ということでね。去年は外、桑原、そして林、こういったメンツが打線に回せられてたんですけど、今年は新人の渡来、そして石神、さらには戻ってきた主砲オースティン、でさらに大卒3年目売り出し中の梶原と、新しい風が吹いているベイスターズ打線で、この加わった選手たちがね、それぞれ機動力使えるっていうのがこれまた厄介なところなんですよね。ということでね、一人ずつ選手見ていきたいと思います。まずは頼れる4番牧秀悟。去年は2割9分3厘29本103打点ということで、最多安打と最多打点のタイトルを獲得。去年は WBC もあって、その影響を受けて調子を落とした選手も多かったにもかかわらず、牧はこの成績と。でも1年目から安定した成績を残しているこの牧、3年間の通算成績は2割9分9厘、ホームランは75本と、もう通算打率2割9分9厘は考えられないよ。で、75本もう1シーズンあたり25本ぐらいをね、コンスタントに打ってると。で、今年のオープン戦でも2割7分8厘ホームランが2本ということでね、しっかりとシーズンに向けて準備万端の牧秀悟。今年もデスター社が何度も聞こえてきそうです。続いてはプーさん宮崎。去年は3割2分6厘20本71打点の活躍で首位打者のタイトルを獲得と。で、チャンスにも強くて得点圏打率は3割6分6厘。この宮崎もコンスタントに結果を残していて、去年まで4年連続打率3割ということでね、もう考えられないよ、本当に。で、ただ今年のオープン戦打率は2割5分なんですけど、まあ、どうせシーズン入ったら、まあ本当に3割ぐらいは打ちそうな88年代のベテラン宮崎。バットをグリングリンさせて今年も多くのヒットを放ちそうです。続いては佐野。去年は打順もコロコロ変わった影響もあって、打率は2割6分4厘、ホームラン13本、65打点ということでね、あんまり納得のいくシーズンではなかったんじゃないのかなと思います。2020年から続いていた3年連続打率3割台も去年でストップ。ただ今年は一番問題も解決されたっていうことで、佐野は3番固定。その影響もあってオープン戦の打率は3割4厘、得点圏も3割3分3厘ということでね、普段のいつも通りの佐野が出てきてしまったと。まあもちろん実績も申し分ない選手で、2020年には首位打者、そして22年には最多安打のタイトルを獲得してる男なんでね。今年のクリーンナップは手強いぞと。この3番佐野、4番牧、5番宮崎と、恐怖のクリーンナップです。続いてはルーキー渡来。とんでもない選手が入ってきました。オープン戦打率は4割3分4厘。2014年井上誠也以来史上2人目となるオープン戦新人首位打者のタイトルを獲得と。おかしい。オリックスのシュンペーターからはインコースのストレートを振り負けせずにライト前を放ったり、
左腕楽天早川からもヒットを放ったり、そしてアンダースロー西武の与座からもヒットを放ったりと、もうどのピッチャーでもヒットを放ち続けた男、15試合連続安打なんかもやってのけていた男。去年のベイスターズはやっぱ一番問題に悩まされてて、まあ選手も固定できずに佐野だったり桑原だったり関根が打ってて、なかなか機能できてなかったところで、この渡来がガチッと、こんな選手がねベイスターズに入ってしまったんで本当に怖いですね。成績だけじゃなくてキャラも良くて、去年のベイスターズのファン感謝祭では We Are を一人独唱したり、でさらにベンチとか練習中もずーっと一人喋ってるみたいでね、この渡来本当にベイスターズはいい選手取ったなと思います。続いてもルーキー石上、今年のオープン戦は3割2分7厘超打率は4割6分9厘というね、まあ、4割4分を超えたら一流の長距離砲のバッターってされてる中で4割6分9厘新人最速となる第1号ホームランも放ったりしてね、しかもそのホームランも経験豊富なオリックス平野から放つというね、パンチ力のある選手。でもこれだけじゃなくて足も使えると、オープン戦の盗塁の数は5、これは12球団トップの数字ということで、去年のベイスターズの盗塁の数はリーグ最少の33個、ただここにメスを入れた三浦監督、今年はオープン戦から走りまくって12球団トップの24盗塁ということでね、もうこの足も使えてパンチ力もあって率も残せるという石上、でショートなんだけどオープン戦のエラーも一つだけというね、もう走行三拍子揃った選手が渡来の他にもいた、実はいたということでね、この石上も怖いです。でこの渡来も石上も両方ともスタメンだと2016年以来8年ぶりとなる開幕戦新人2人スタメンということにねなるらしくて、まあ、16年は戸柱と柴田がね、出てたらしいです。はい、ということでね、とんでもないシーズンになりそうな気はしてます。続いては戻ってきた主砲オースティン、去年は右肩の故障で主に代打での出場が多くて、で一昨年も右肘の故障ということでね、ここ2年間はあまり活躍ができてないと。ただその前年2021年は3割3厘ホームラン28本の74打点ということでね、1年間試合に出続ければこんぐらいの成績を残してしまうオースティン。オープン戦こそ打率は1割7分5厘ホームランは2本なんだけれども、どうせシーズン入って1年間出続けたら2割5分ホームラン20本は硬いんじゃないのかなと思います。続いては大卒3年目の梶原、オープン戦では3割8厘ホームラン2本2盗塁ということでね、まあ去年の2軍では打率3割3分8厘7本としっかりと結果を残してきた男がここで出てきたと。オフは柳田と自主トレを行って、で体重を6キロ増やしてね、その影響もあってオープン戦で放ったホームラン2本は全て逆方向へのホームランということでね、もうまたパンチ力もあってそして足も使える新しい怖い選手が入ってきました。その他にも伊藤光、関根、桑原、そして楠本らがいるベイスターズ打線、本当にこうやって見ると超強力打線と。やっぱね、去年までは盗塁が全くできなかった、ただ今年になってからはバン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 もう12球団1走ってるんでね、本当にそこが怖いですわ。でまあクリーンアップ、佐野、牧、宮崎はね、もう絶対に安定した成績残すと思うんで、
だからあとはこの新加入の渡来、石上、そして梶原、このあたりが、まあ、コンスタント2割7分とかね、打ち始めたらもう手つけられない。うん、12球団トップの打線になると思います。あ、先発ローテーションこちらです。はい、ということでね、この東からジャクソンまではまあまあ決まってるかなっていうところなんですけど、最後に挙げた中川、ああ、このあたりはね、どうなるかわからない。まあ僕はこうじゃないかなと思って、この6枚にしました。ということで、一人ずつ見ていきたいと思います。まずは去年のタイトルホルダーの東。去年は16勝3敗、防御率 1.98 という、驚異的な数字を残して、最多勝、最高勝率の2冠を獲得した男。電線で打球が手に当たっちゃって、で、マウンド降りてそのまま降板しちゃったんだけど、この前の日ハム戦では6回投げて被安打3の1失点というね、完璧なピッチングを見せつけられて、開幕に向けて準備万端の状態で臨んできそうです。続いては平。去年は右肘の故障もあって11試合登板して4勝4敗、防御率も 3.49 というシーズンでした。昨日の日ハム戦でも6回3安打の無失点というね、完璧なピッチングを見せている平。あー、怖いですわ。続いては大貫。去年は右肩の故障もあって12試合登板して5勝4敗の防御率 2.95 というシーズンでした。ただ実績のあるピッチャーで、一昨年は11勝7敗、防御率は 2.77 で、今日の試合でも5回投げて7奪三振の無失点。もうストレートとスプリット、そしてスライダーが冴え渡っててね、7奪三振ということでした。この東、平、大貫の表ローテ3枚、開幕戦、手強い相手になりそうです。続いては、新外国人選手、ジャクソン。オープン戦では2試合投げて6イニングを無失点。二軍戦でも4回投げて3安打1失点という、しっかりと成績を残しているピッチャー。まあ、特徴としては150キロのキレのあるストレート、そしてカットボール、スライダー、チェンジアップ。あと120キロ台のナックルカーブ。このあたり使って緩急使いながら投げていくピッチャー。で、このジャクソン結構ユーモアもあって、パーマをかけてるんだけど、この高橋光成とのパーマでの投げ合いになった時に、この試合終わりのコメントで、僕の方がヘアスタイル勝ってろ、とか言っててね、意外と陽気で、なんかいい選手そうだなと思いました。最後の6枚目、中川入ってくるんじゃないかなと思います。今年、オリックスから移籍してきたアンダースローピッチャーで、まあ、去年は2軍でも防御率 1.38 と、もういい成績残していたんだけれども、戦力外通告受けてのベイスターズに入ってきました。一軍でもオリックスとのフルス対決で5回4安打を投げて無失点というね、成績を残したんで、まあおそらく6枚目入ってくるんじゃないかなと思います。続いては中継ぎ陣。まず勝ち系統はウェンデルケン、伊勢、山崎康明。このあたりになるんじゃないのかなと思います。まずは、ウェンデルケン。去年は61試合に登板して、防御率は 1.66 と。で、今年のオープン戦も4試合に登板して、8奪三振の無失点。最後に登板した金曜日の日ハム戦でも、1回を登板して3者連続三振に打ち取るというね。もう開幕に向けて準備万端と、140キロ後半のストレートと120キロ台の切れ味抜群のナックルカーブ、なかなか打てそうにないです。続いては伊勢。去年は58試合に登板して防御率 3.22 と、で一昨年は71試合に登板して防御率 1.72 と安定した成績を残している。で、最後の登板となった土曜日日ハム戦の試合でも1回2奪三振の無失点。で、その三振も万波マルティネスという日ハムの主力選手から奪ったということでね。まあ、今年も準備万端の伊勢。
続いては守護神安脇。去年は49試合に登板して防御率は 4.37 と、前半戦まだ調子良くて20セーブ上げてたんですけれども、まあ、後半戦になって調子を落として、で守護神から中継ぎに変わったりしてね、あんまり納得のいくシーズンではなかった男。ただ今年のオープン戦では4試合登板して自責点0ということでね、2022年のような56試合登板して37セーブ防御率 1.33、まあ、こんな数字を残されたらもう厳しいですね。続いては大卒3年目徳山。今年のオープン戦は5試合投げて防御率 1.80 と、155キロを超えるストレート、そして120キロ台のカーブ、さらにはフォークを投げ分けるピッチャー で、去年の2軍の7月以降の成績も16試合登板して防御率は 0.95 というところだったんだね。この徳山も入ってくるとなると、後輩ですね。その他にも、去年防御率 2.11 の上茶谷。で、3月以降は5試合投げて1失点のウィック。で、さらには新人の松本。そんな選手を誇っているベイスターズ中継ぎ陣と。まあ、こうやってメンツ見てみるとね、結構いいなぁと。まあ、打撃はトップクラスなんでね。で、先発陣ちょっと不安はあるけど、その分、中継ぎ陣で補えるんじゃないのかなと思います。って考えたらね、だいぶちょっと怖いですね、今年のベイスターズは。まあ、打撃陣で言うと、新人の渡来、石上、そして、梶原らがどんな成績を残すのか、あと先発陣で言うと、平、大貫、このあたりがしっかりと1年間ローテを守れるのか、が鍵になってくるんじゃないのかなと思います。はい、ということでね、とりあえず明日からの開幕戦楽しみです。僕はね、3試合全部現地観戦行くんで、熱い応援をしてね、熱い試合を見届けたいなと思います。ということで、今日も一日お疲れ様でした。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。